まだ6月だというのにむちゃくちゃ暑い。異常気象か。この季節についに僕は失業者になってしまいました。ポカポカといい天気で来るのは睡魔ばかりなりと。昔、医者怪人の日々という映画を撮ったことがあるが、まさか自分が主役になるとは思ってもいなかった。しかし、金はなくても腹は減る。それは自然の摂理である。この頃、やたらプアーなので、キュウリが主食になってしまい、朝から晩までキュウリばかり食べている。すっかり菜食主義者になってしまった。こうして水風呂に入っていると、なぜか自分が柘植義晴のリーさん一家の主人公のように思えてくる。今日この頃である。もしもし、この辺に美味しい商売はありませんか？わしゃ叩き上げじゃけん、わかりましぇん。どうも、ご親切にありがとうございました。
この町に医者などいねえよ。バーカ、バーカ。で、私が何をしようとしているかと言いますと、今日も楽しい会社訪問へ出かけようとしている今日この頃でございます、です。はい。